なんか暑いから頭もおかしなったんか知らんけども7000円でマシンバイスがありましたんで買ってみました。それは何しとるかというと、まあ糸面取りができてないんですね。そやからこれをやっとかんと血を見ることになるから糸面取りをしています。できているとこもあるんですけども、こういうバイスの口金部分ですね、これはほとんどできてません。焼きはまあ完全やないけど、まあまあ入ってますね。で普通のヤスリはちょっとあれですので、ダイヤのヤスリですね、こういうふうに。そうなると血を見ることになります、必ずね。でこの部分ですね、取れてるとこもあるんですけども、こうね、もうこういうのはしゃあないなと。ゴリゴリと、この部分は割と柔らかいですね。こういうところはですね、こうやってなんとしょうがないな。仕上げ工みたいな仕事はしてないから7000円でできてるのかもしれませんね。国産で必ずこういうことしてあると思うんですけども、危ないし、これをやった後ちょっと精度をチェックして、本当はもうちょっとバラしてもうええんかもしれない。とりあえずこれが最適になってかないと危ないし、やった後ちょっと精度がそこそこ出てたら、こんなごつい機械ないから、まあ、卓上旋盤に、卓上フライスに毛の生えたような機械やから、これでも使えるんやないかなと。まあ、最悪使わないんだ、ボールパンに使うか。結構重量もありますので、そこそこいけるんやないかなと思います。もう買う気なかったんやけど、やっぱり前日の暑さで、ちょっと頭がおかしなってるんやないかなと。うん、判断間違えたんかなと、と思ったりもしますね。こうやっとってやるんで、まあ新規さ仕事ですね。バイスの面取りが終わりましたので、角度の測定ですね、しようと思います。一応これ検査成績表やないね、なんかついてます。ちょっとダイヤルゲージで測ってだいたいこの規格に入っているかですね、調べてみます。この部分はですね、100分の2以内でないとない、ダメエイクとなっています。これで
滑らしてですね、100分の1以内に入っています。逆の方ですね、これも同じように測ってみます。これも100分の1以内ですね。これも入ってますね。上から2つ目のですね、直角度を調べてみます。これは90度より大きかったらダメやということだと思います。これは実1級のスコアです。こういうね、こう見てみますと、ちょっとようわからんのですが、わずかですね、下の方は詰まってるみたいで、上の方わずか隙間が見えます。これも同じですね、わずか隙間が見えますね。こちら側測ってます。これも同じく隙間が見えます。これもごくわずかですね、隙間が見えます。下の方に隙間があって上の方が詰まっている場合は、90度より小さいことになるんですけど、上の方に隙間がありますので、ちょっとこう上が開いているような感じですね。そうするとこれはちょっとワークが掴むときに、加工時に直角がちょっと出ないということになると思うんです。ちょっとこれまずいですね。これは、この口側に問題があるのか、それともこの部分ですね、この部分のこの直角が出ていないのか、ちょっとわからないですけども、いずれにしてもちょっとこのままではちょっと使えないと、なんかこう、木下げで吸ってやるか、なんかアルミ箔のようなものをかましてですね、挟んでごまかすしかないと思います。ちょっとこれは、どうかなと思いますね。これはエロンのナベアですね、バイスです。これ150ぐらいのかな。これちょっと調べてみたらですね、隙間ちょっと見にくいですけど、隙間ないんですね。こちらも隙間ないです。正確に90度が出てます。これはちょっと浮き上がり防止タイプと違うので、ちょっと浮き上がる場合がありますね。エロンですね。どういうところでエロンと呼んでるのかわからないですが、ナベアです。口金外してみました。この状態で直角が出てるか見てみます。
ぱり上の方がわずか空いてますね。ということは90度より90度よりちょっと大きいということ。僕わずか90度より小さい、小さい方がいいんですけどな。いうことはこの部品ですね、この部品のこの直角度が出ていないんじゃないかと思います。それから、若干この方にこういう形にせんとあかんから、この部分に薄いもんですね、アルミ箔か線分紙、辞書に使うような薄い紙を挟んでやるか、それともこっち側をですね削ってやるかですね。したらまああんまりうるさくない用途には使えるんじゃないかと、このバイスはねと思います。アルミ箔2枚挟みます。1枚でちょっと足らんかったんで、これ2枚挟んであります。でちょっとこう極端に言うとこう傾かすわけですね。これでネジを締めて状態見てみます。これアルミ箔5枚です。僕で分からないんですが、こう隙間なしです。これぐらいでいいんじゃないかな。あと反対側はこれも同じように90度以内となっています。こちらが特に問題ないんです。これで一応使えるようになったのではないかと思います。今日は一応ここまでです。